はい、どうも、しです。今回はですね、うつの再発と傷つくっていうのをね、全く同じレベルで考えてしまってはダメだなっていう風な体験が最近あったんですよ。それをね、ちょっとお話してみたいと思います。まあ私もうつ病を経験して回復して社会復帰して、ね、今仕事してるわけですけど、まあ、こうやって仕事してるとね、やっぱり再発っていうのがね、怖いなっていうのは常々思ってるわけですよ。まあ、ただその再発にビビりすぎると、なんかこうとにかく傷つきたくないみたいなね、そういう気持ちが先行してしまって、失敗の数が減るんですよね。もちろんね、失敗しない方が、まあ、人生いいに決まってるわけですけど、まあでも普通に生きてたらね、普通に生きていろんなことやってたら、まあ失敗いっぱいするわけですよ。で、失敗することによって、まあ、やっぱ人って成長するわけじゃないですか。だからその成長の機会がそがれるっていうのは、長い目線で見ると、まあ、うつの再発にとってもね、まあ、いいことじゃないなってことを思ったわけですよ。やっぱね、段階が違うんですよね、段階が。ここら辺が傷つくレベルだとしたら、うつの再発って多分この辺だと思うんですよ。まあ、人によって違うと思うけどね。で、この辺だと思うって考えた時に、まあ、傷つけられましたと、さらに傷つきましたってなって、こう傷つけが連続してしまうとね、危ないじゃないですか。再発するかもしれないってなるんですけど、ついなんかこう同じレベルで考えてしまって、ちょっと傷ついただけで、あ、うつが再発するかもしれないみたいな、でビビってすぐやめる、引っ込むみたいなことが私結構あって、これはね、良くないなっていう風に最近思うようになってます。もちろんね、その傷つきのレベルがね、さっきも言ったんですけど、上がりすぎて再発してしまうみたいなことが起きてしまうと、それはね、絶対良くないんですよ。まあ、もちろん再発したくないし、まあ、これ誰だってそうですね、誰だって再発したくないし、常に健康でいたいわけですけど、まあ、やっぱりその自分が会社の経営とか始めてさ、あの経営者になると、なんか知らんけど、ね、人の出会いの数増えるんですよ。これ理由は全然わかんないですけど、まあ、そうやって増えていく中で、やっぱね、会ってるとこの人すげえなとか、いやこいつマジでレベル違えなみたいな、あの年齢関係なくね、そういう人ってね、やっぱ失敗の数めちゃめちゃ多いんですよ。成功してる人って、ほら成功ばっかりが目立ってさ、なんかすげえみたいな感じになるんですけど、結局ね、成功してる人って失敗の数が圧倒的に多いので、でもその失敗したからって別に終わりなわけじゃないじゃないですか。で、失敗して、あ、じゃあ次はこうしようと、で次はこうしようっていう経験いっぱい重ねてるから、なんかアクシデントとかトラブルが起きた時も、あ、こうすればええんやないかなっていうのが大体頭の中にあるからですね、まあ前向きに生きていけるみたいなことがあると思うんですけど、なんかこう失敗に怯えすぎてるとさ、失敗に対する対処法も身につかないし、やっぱりその傷つくレベルとかもね、上がっちゃうと思うんですよ。まあ傷つくレベルが上がるというか、レジリエンスが下がるって言った方が分かりやすいかな。レジリエンスって心の回復力なんですけど、要はその傷つく経験が多い人はさ、あ、こういう風に傷つきましたってなった時に、まあ、過去にこういう風に傷ついてるデータがあるから、こうすれば大丈夫だろうっていうのはなんとなく分かるわけじゃないですか。だからそういうデータを積み重ねていくことが、まあ、結果的に心の回復力を高める。まあ、その傷つくっていうものはさ、外から何が起きるか分からないんで、まあ、制御できないんですけど、ただその心の回復力を高めるっていう意味では関係ないんですよ。あの、自分のやることなんで、心の回復力っていうのは多分私の中ではどこまでも高めていけるなっていうふうには思ってるんですね。だからもっとね、傷つくことであるとか、まあ、これもしかしたら失敗するかもしれないなっていうことも、あの積極的にね、やっていこうと思いました。まあ、ただ注意点としては、まあ、これも言うまでもないと思うんだけど、その私のチャンネル見てくださってる方って本当にいろんな方がいるんですよ。その自分のメンタルの状態とかが本当にバラバラだし、割とね、今日の話ってのは幸福、あの健康度高めです。健康度高めなので、例えばまだちょっとベッドから出られませんと、いつもベッドに寝てて気晴らしに星さんの動画見てますよみたいな、で普段はうつの治療してますよみたいな方だったら、まあ、この話はちょっと該当しないかなっていう感じしますね。要はその失敗して傷つくラインがここで、うつの再発がここっていうのは、これは私の話なんですけど、もしかしたらこれがこうの人もいるかもしれないじゃないですか。で、そして同列の人もいるかもしれない、でもっと私よりも広い人もいるかもしれないって感じなんで、自分がどのくらいのね、この幅の広さを持っているのかっていうのは、考えて実践してもらいたいなというふうに思います。というわけで今回以上になるんですけど、私のチャンネルではですね、メンタルにいいことっていうのをうつ病を経験した視点からお届けしているものになります。で、もしね、この動画参考になったなと思ったらね、グッドボタンとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。